ヘイパウチ、ちょっといいですか？はいはい。あ、ちょっと待って。はいはい。昔の改造品のこと教えてもらおう。そのでかい銃なんすか？お、これか。これは仮面ライダージオンのビヨンドライバーの銃。未来の銃がなぜか過去で見つかったってオーパーツみたいなイメージで作る。だからカラーリングも未来的なイメージ。存在感抜群のビヨンドライバーをベルト以外の形にしたいなと思って、銃か剣かで悩んだけど、やっぱり銃の方がしっくりくるなっていうので、このデザインにして。こだわりポイント教えてください。デザインかな？ガイドウォッチのパーツも使っててね。ここは回ります。なんとなく未来と宇宙のイメージが僕の中で重なるので、キューレンジャーのも使ってて。カラーリングかな？ボズのイメージをがっつり活かした。あれ本当に未来的なカラーリングやなと思うんですよ。メタリックの水色と黄色、そしてシルバー。すっごいシンプルなんだけど、ものすごい未来的でした、あの色。長さ。ビヨンドライバーをこうすると結構長いから、その長いイメージをわざわざ短くハンドガンタイプにするよりは、思い切って長くする方がいいなと思って、ナーフと組み合わせて作った。でかい宇宙船のイメージもある。円盤タイプじゃなくて、やっぱり SF9 がスターウォーズとかでカメラがこう、うわーってアングルがここ滑っていく感じで、あのイメージ入ってるね。そう言われると一気に未来的に見えてくるでしょ。